打ち継ぎ手は、仏の大の中には、初世難、日の本のうちには、新たな印表したもとと、表したももろこしに名に聞こえあんなり、まして我が国のうちにこそ、当期国の境と,とても、年下手まいつれば、若君おば、まして恵みたまいてんとて、いだし立てまつる、いだし立て立てまつる、 ことさらに価値よりと定めたり、習わぬ心地にいとわびしく苦しけれど、人の言うままにも、言うままに物も,も覚えで歩みたも、いかなる罪深き身にて、かかる世にさすろうらん、我が親、世になくなりたまえとも、我を哀れとおぼさば、お忘らんところに誘いたまえ、もし世におわせば、お恩かを見せたまえ、と仏を念じつ,つ、 りけんさ様をだに覚えねば、ただ、おやおわせ,せばしかばとばかりの悲しさを嘆き渡りたまえるに、かくさしあたりて身の、ま、身の割りな,なきままに取り返し、いみじく覚えつつ、かろうじて、つばいちというところに、よかという身のときばかりに、いける心地もせで行きつきたまえり。で 長のの話になっていくわけです、うん、まずあの八幡の神八幡様にお礼言上をしてそれからその次にはというので、えー、亡き人あるいは別れ別れになった人と仏の力で巡り合わせていただけるという、うん、信仰が当時の人々の 間で非常に強い、うん、それが外国にまで、えー、伝わっているその長谷観音に参詣するということになるわけです。八八幡幡の神八幡様というのもねあの ある時期からその歴史的に八幡様王神天皇で若宮八幡はその王子だから任徳天皇ってなことになっていくんですけれども信仰の上の実態をことに九州あたりの,あの八幡様の信仰のありようを調べてみますと うん、やはりあの海の彼方からあ渡ってこられたそれだけに新しく捉えした大きな力を持った神様というふうなことで宇佐、えー、八幡箱崎八幡八幡様の信仰が九州で非常に大きく広がって。 それれがだんだんん都へ環状せられて上ってっくるそして岩清水八幡その他の八幡信仰になっていくわけですね。それからその次に出てくるこの「長谷観音」これなんかもううん「万葉集」の中に出てくる「あの初瀬渓谷」。 小森区の発生と言われる発生渓谷に包まれたあの辺りが飛鳥なんかに住んでいる人たちのこの世での命を終わるとまずあのその魂が発生渓谷へこう一時静まりの期間浄化の期間をてあの求めて魂が 行くわけですねで恋しい人に会うためには八世渓谷へ訪ねていくのがいいんだというふうな歌がいくつか「万葉集」にありますけれどもでそれが平安時代になると八世渓谷の中の「長谷観音」を中心とした観音信仰に移っていくわけ、ね、こういうのを 一時代前の一時代も二時代も前の日本人の固有信仰が新しく入ってきた仏教の信仰に自然にこう移り変わっていくそして、えー、仏教以前の魂の聖地であった場所がやがて仏教的な魂の浄化せられる場所静まる場所というふうな形になっていくこれはあのあ あちこ,ちこう古い信仰の土地を歩いていくと大体いいそういう過程をたどっていることが多いんですね、えー。発生なんかもその典型的な形です。もう一つ東の方へ寄ったところに室伯寺があり、えー、それから長谷観音があり。 そして大和の平安部へファッと出,てる出るとそこに大宮神社があるというふうな感じになるわけです平安時代に入るとこの長谷観音の信仰が非常に大きくなっていきますでそれについては仏様の中で八世難あの八世の仏様 観音様がこの日本の中では非常にありがたい仏の言をお示しになる仏様だと。とうにまでその 評判が伝わっていることだこれは長谷寺霊元記の中に党の既存皇帝の夫人の一人であるバズ夫人馬頭夫人長谷寺に祈願をするというとその馬面が非常に端正な顔に あら改まったというふうなことあるいは大量の大祖皇帝がこのお寺に祈願をかけると戦に勝つことができたというふうな伝えがまあ ら霊元記の中に記されているわけですねそんなことを「もろこしにだに聞こえあなり」とこう言っているわけですまして我が国のうちにこそ遠き国の境とても年下手いつれば若君おばまして恵みたまいてん遠い異国の 勉強にあってもこの場合はく、ね、しで長い年月を過ごされたことを言ってるわけです。ましてその 国でもそうなんだから、ろこしでもそうなんだから <laughs> 我が国の中でまあ、して我が国の中であってはあんなつくしのような遠い辺境の土地,として土地であってもそこで年を長い年をお過ぎになったお,お過ごしになったのだからして。 そういうい若君をかつ世の仏様はましてお恵みなさることだろうと。と言ってご出発申させるあくまで姫君を中心にして言ってるわけですね、えー、姫君を八世詣での旅に出発をさせ申す。 しかもことさらに価値よりと定めたり仏にそういう大きな願をかけるわけですから産経にも特別にわざと価値でいくということに決めた今までそんな長い道のりを 足で歩んでいくというふうな体験のないお姫様そんなことはさせなかったわけですけれど習わぬ心地にいとわびしく苦しけれど死なれないことで大変心細くわびしい思いがしたけれども。<coughs> 人の言うままに物も覚えて歩みたも文豪の助なんかがこんなふうにしてお出かけなさいませというふうに言うそれに従って地べたを踏んでお,お歩きになるそれにつけても もも覚えて歩み保うこれはよくわかりますね私なんか小学校の5年にわらじばきで50キロに余る道を一日に、えー、歩み通しましたから途中からもう足の裏が全然こう感覚がなくなってしまうわけ。 本当にあの私は、ね、子どもですから案外にあの身軽で、えー、一緒にいたあの親類の若者ずっと年上の親類の若者なんかがへばってしまっているわけです、うん、体全体がへばるっていうことはないのですけれども足の裏が何かあのもう痛みも 何も感じなくなくってる岩角なんかを踏みつけ踏みつけして登っていくわけですが、うん、まあ八石観音への街道水ですから、えー、そんなにあの岩根きねを踏んでいくなんていう感じではないでしょうけれどもそれでも長道歩いていると足の裏が感覚をなくしてしまいます。人の言うままに物も覚えで歩み保う 意識を失っていいるというのではないんですね何か足の裏の感覚もなくなって悪気になっていらっしゃるいかなる罪深き身にてかかるようにさすろうらん一体前世でどんな深い罪を犯したということがあってその報いとしてこんなふうな形でこの現世をさすらっていくのだろう。 我が親世に亡くなりたまえともたまえりとも我を哀れとおぼさば私のお母様が私を産んだお母様がこの世にいらっしゃらなくなって たとえいらっしゃらなくなったとしても私をしみじみと哀れとお思いになるのならばそのいらっしゃるところへお誘いくださいませもしこの世にいらっしゃるのならばお顔をお見せくださいませと仏を 念ずる胸の中で祈り祈りして念日、ね、南無阿弥陀仏というふうな仏の名前を唱え唱えしてその 母君がこの世にいらっしゃった様子をすら自分は全く覚えていないからしてただこういうところの親もだいたい親として出てくれば母親と見ておいて現実に母親なんですが母親と見ておいていいわけですただお母様がいらっしゃったならばとばかりの悲しさを 嘆き渡り給えるに旅路を踏みながらお母さんがいらっしゃったらどんなにいいだろうとそのことばかりをそのことの悲しさばかりを嘆き続け給えるに渡るっていうのはこの場合は時間的な経過ですね 距離的なというよりはむしろ時間的な経過を心に嘆き続けなさっていると各差し当たりで身の回り身の割りなきままに取り返し意味深く覚えつつ こうして今現実に自分の身が説明もできない状態になっていてそれにつけても 以前のことが取り返し取り返し悲しみ深く思い出され思い出されしてやっとのことで津波市というところに都を出て四日目という日の の,刻の程に、朝の10時ごろですね、えー、生きた心地もしないで到着なさった女の価値の旅の長い道のり苦しい道のりの中でいろんなあの思いを思い続けながら旅してきたわけです。